数百年に一度と言われる東日本大震災から1年以上が過ぎました。これまで1万5000人を超える方が亡くなり、3000人近くが行方不明となっています。中央大学でも早くから被災地への支援活動に取り組み、今でも多くの学生と教員がさまざまな活動を行っています。中でも理工学部都市環境学科の谷下正義先生が率いるゼミナールでは、震災直後から岩手県陸前高田市や宮城県南三陸町を訪れ、自分たちにできることは何かを模索しながら、エコツーリズムを通して被災地域の再生を目指す活動を継続して行っています。エコツーリズムとは、自然や歴史、文化など地域固有の資源を生かした持続可能な環境事業のことを指しますが、谷下ゼミでは被災地域の現状を学び、地域の人々との触れ合いを通して、より地元の特性を生かしたエコツーリズムを探求することで、未来につながる復興支援を果たそうと考えています。地域貢献、社会貢献として大学ができることは何でしょうか。地元に学ぶ姿勢を忘れず、地域の人々の想像力やエネルギーを引き出せるような支援活動とはどのようなものでしょうか。今回の番組では、谷下ゼミによる宮城県南三陸町での活動から、被災地域と作るエコツーリズムについて紹介します。この FLP のこのプログラムは、震災後に立ち上げたものではなくて、震災前から存在していて、その環境っていうのを捉えていく視点っていう時に、人間が真ん中に置いた環境問題について考えようねっていうのがこの FLP のプログラムで、その時にそこにたまたま今回震災が起こって、なんか私自身がお手伝いできるだろうと思ったら、岩手県で最初にメールを送って、元気ですか、なんか物は必要ないですかって聞いたら、いやいや、で2週間ぐらい経ってですね、ようやく連絡取れた時に、先生物はいらない、知恵を出してくれという形で、私自身はそこから陸前高田の方に月に1回ぐらい通うようになったんですけど、今回の震災の一つの特徴は、阪神淡路大震災とかと比べた時の一つの特徴は、第一次産業で、生活しているが中心になっている地域が被害を受けたっていうことですね。大都市ではなくて、農業だったり漁業だったりで食べ、あと林業だったりで、生活してきた人たちの、生活をこれからどうしていくかっていうのが問われてた時に、その地域資源を生かすことで、持続可能なそういう環境とか経済とか社会につなげて、で中でも大切なのは、そのガイドっていうんですか、ね、その人の部分です。その人がその、ガイドをしながら、エコツアーのガイドをしながらちゃんと生計を立てていける。でそれが地域の、もちろん環境にとっても、で経済にとっても、でその歴史とか文化を引き継いでいくっていう側面からも、重要な役割を果たしていく、そういうのがエコツーリズムだと。宮城県の北東部、本吉郡の南部に位置する南三陸町は、山々に囲まれ、一方を太平洋に面した山と海が一体となった自然環境豊かな町です。特に沿岸部はリアス式海岸特有の優れた景観を持ち、沿岸部一帯は南三陸金華山国定公園の指定を受けています。いわゆる平成の大合併期において、志津川町と宇多津町の合併により2005年に南三陸町となりました。現在の人口は1万5000人ほど。主な産業は水産業ですが、かつては産金や養蚕の町としても栄えていました。南三陸町沿岸はリアス式海岸の特性から津波の影響を受けやすく、歴史的には869年の常願地震の大津波がよく知られていますが、近代でも1896年の明治三陸大津波や1933年の昭和三陸大津波、1960年に起きたチリ地震の津波によっても大きな被害を受けています。このため沿岸部では防波堤や水門などの整備が進められてきましたが、2011年3月に発生した地震と大津波によって壊滅的な打撃を受けました。東日本大震災による南三陸町の被害状況は、死者
396名、行方不明者612名、建築物被害は3330戸、避難者は8719名に上ります。2012年8月20日、谷下ゼミは南三陸町を訪れました。今回宿泊するのは入谷地区山の神平の廃校となった小学校を改装し、グリーンツーリズムの拠点としてさまざまな体験学習をすることができる校舎の宿三三館です。経済学科、公共環境経済学科、小宮直人です。今まで自分でやったことないことだったんで、ちょっと新しいことに挑戦してみようっていう気持ちもあったので、ちょっとエコツーリズムっていう、考え方をもとに活動していこうかなって思って谷下ゼミに入りました。総合政策学部政策科学科2年の瀬崎佳です。地元が神奈川の小田原なんですけど、小田原にもたくさん海とか山とか自然が残っているので、を結びつけられるエコツーリズムっていうのはすごい私にとって身近なものかなと思って、でこの谷下ゼミを選びました。三三館では中央大学の OB であり、日本エコツーリズム協会の理事でもある石川県の株式会社ブナの森代表取締役の高峰博康さんと、入谷地区で農業を営みながらグリーンツーリズムの体験コーディネーターを務める阿部克義さんをお迎えし、入谷地区山の神平を案内していただきました。ちっちゃい頃はよく遊んだ、ちっちゃい頃は 今でもそうかもしれない。そうホテルのハザードランプでパカ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 やると、結構ねカモシカがこのクワの葉大好きなんだよね。え、そうなの。カモシカが？カモシカ。はあ、食べに来るの？食べに来る。だから今今回取り組もうとしていることも、私が能登半島地震の後に実は能登に能登事務所を構え、で震災復興の事業を、能登でお手伝いをしてた。でそのやってたことを、こちらでもね少しはどっかお手伝いできるんじゃないかということで、たまたまいい機会をねいただいたので、お手伝いに来るということにしたんですよね。やっぱり南三陸で、これだけの被災をしているので、新しいやっぱりそのお客さんをね誘致していくとか、そのリピーターになっていただくとかっていうことを考えると、やはり従来のその体験型のプログラムをもちろんベースにはあるんですけれども、それをより魅力あるものにしていくことが南三陸にとっては重要なので、今回はその大学の若い皆さんに地域をいろいろ歩いていただいて、従来やってらっしゃるプログラムとは違うものをね、逆に都会の人から見るとここが面白いんじゃないかということを率直にいろいろ提案いただいて、そこに地域の人がそのガイドとして関わっていただくとか、逆にその外部からそういうことを面白がって、関わっていただける若い人をですね地域に誘致していくことにつながれば、やっぱり地域をより魅力あるところに変えていくことにつながると思うので、ぜひそんなことに大学生としてね継続的に関わっていただけるといいなというふうには思ってはいるんですけどね。入谷地区を歩く途中でブルーベリー栽培農家の山内太一さんのお宅にお邪魔しお話を伺いました。震災前の南三陸町ではこれまで15軒ほどのブルーベリー栽培農家があったそうですが、現在では4軒に減ってしまい、今後の増産に向けて改めて取り組んでいきたいとのことでした。今はダメ、取れついだから。費用とか何もがもくない。鳥がついちゃって。網張らないとダメです。網なんてとても。いやいや。それだけ稼げばいいです。安いんだ。もうちょっと高く売って大丈夫ですよ。誰も来ないの。いや来ますか。はい、法学部政治学科2年の樋口葵です。地元の人の話をちゃんと直接聞けるから、思ってたのと全然違うこととかってあるじゃないですか。そういうのが本当にちゃんとしっかり聞けたので、そういうことが知れたのでよかったかなって思います。経済学部経済学科2年生の小池雄平です。ああいうふうにガイドさんとか先生がついてくれて、そのお宅にお邪魔する
結構楽しいんですけど、そういうのが、まあ、自分からできればできるようになればなと思います。自分からも勝手にここを入ってみようみたいな感じで入ってって、で、まあ、仲良くなったりとか、そういうことができたら、まあ、最高だと思います。でもブルーベリーってほらちっちゃいんだよね最初は。で本当は熟すときに一気に大きくなる。だからこれ大きいでしょ。食べた、うん、ほどよい酸っぱさですね。酸っぱすぎないですね。おいしい。うん、でブルーベリー狩りでもっとこう複数の農場がありますっていうので売ればお客さんが来やすくなりますよ。だって一番多いところ能登ではね1000人以上来てます。入谷地区は巨石が多いことでも有名です。特に新行堂山麓の巨石には弘法大師をはじめさまざまな伝説が残されています。嘘つきでなければ大丈夫だよ。嘘つきじゃない人はここ通れるんですか。思い残すことない、何か伝えることとか言っとくことないのか、お、出れる、お、ポーズポーズ。昔この地域に大蛇がいて、で、そうそうそう、はい、村人を困らせてた。困らせて、うん、で弘法大師がある日取った時に、はい、まあ、弘法大師にお願いしたの大蛇、はい、したらこの石の下に大蛇が逃げてた。その時雷が落っこって下に逃げた蛇が、あ、その石に、その雷で死んでしまった。その時に割れた石だ。かなりの高さですよ。普段何気なく過ごしている地域が実は素晴らしいものがそこにあるんだよ。でこんなものがって思う当たり前のものがよその人から見ると、あ、こんな素晴らしいものがあるじゃないですかっていうことを改めて気がついて、そういう地域、そういう地域資源ですね、そういう歴史とか文化とか自然とかっていうそういう地域資源を改めてよそ者の、視点を借りてそこに光を当てて、それを地域の宝だと感じた人たちがそこを、起点にして今度地域づくりにつなげていく。そこで接点になる一つのキーワードがエコツーリズムだったりするんじゃないかと。三三館に戻ると中央大学の OB であり、仙台市で観光事業を中心に地域づくりを進めておられる株式会社東北地域環境研究室代表の志賀修一さんをお迎えし、南三陸町の取り組みと将来の展望についてお話を伺いました。南三陸町の、ね、年間の民宿を含めた宿泊客って大体24から25万ぐらいだった。24万から25万ぐらいの宿泊客がいて、それで関与さんだけで20万。これ大変な数字ですよね。で、これものすごいこの地域への貢献。で、ここでね、食事だとかお土産だとかいろんなもの、クリーニングだとかだったらね、さまざまな地元での、仕事を増やしていくためのね、供給源にもなってますよ。っていうふうに考えればね、決して観光を、侮っちゃいけないというか、こういうもので、数字を作り出していきますよというのがあるので、じゃあ、南三陸町らしい観光っていうのを、さっき言った地域づくりとの絡みでどうやっていったらいいのかっていうのがね、これから問われてる矢先に、ああいう地震がダーンと来て、もうゼロからってなりました。今回の場合には、私なんかの、こう、相当、先輩でも、年上の先輩に、なるとは思うんですが、まあ、たまたまやってる分野がね、地域づくりとか、まあ、観光とかで、ね、今やっぱりしっかり立て直さないとね、ダメな分野だとも思ってるので、そのためにはああいう若い世代の人が行きたくなるような場所ってどこなんだっていうのをね、考えとかないとダメですね。やっぱりね、自分はどうしたいのか、そうすると自分が経験してないことはやっぱり言えないっていうのがあるので、こういう場にね、さっき現場っておっしゃったんです、まさにね、その好んでね、そういうところに入っていく、もちろん机上でもね、しっかり言論的なことは
ずっとやっていただきたいとは思うんですけども、やっぱり足使ってね、現場に行ってみて、特に今回のようなこの1000年に1回とかね、こういうのに出くわすなんていうのはね、まあ亡くなったりいろいろ被災されている方には大変申し訳ないかもしれないですけどね、今の学生さんにとってみればね、ものすごくねいい機会をいただいたかもしれない、他の人ではなかったってことで、でそれをしっかりやり続けることによって、僕は亡くなった方のね一つの供養とかにも、つながることにもなるんじゃないかと思いたいですね、中央大学の卒業生であり、南三陸町で育ち、被災後ふるさとで復興活動に力を注いでおられる NGO ピースウィンズジャパンの西条幸恵さんにもお越しいただきました。そうですね、私の場合は地元の人間でありながらこうやって支援する側の立場にいるっていう、まあ、ちょっと特別な、まあ、立ち位置で、まあ、自分の町を見ている部分もあって、でそれをどうやってイメージつけていくのかなっていうところで言うと、まさに今日皆さんにお会いした時に観光っていう話になったと思うんですけど、やっぱりそこからもうイメージ作りって始まってるのかなって個人的に思っていて、そのネガティブなイメージをパワーにするっていう必要性はもう全くないですし、そういうパワーがこの町の人にとって好ましい状況ではないと思っていたんですよね。でそうなると一人一人でもいいので、まあ、プラスのイメージをつけてもらうには、まあ、私が例えばピースインズを通じてやっている事業でこういうふうに再建しましたとか、一歩ずつ前に進んでますっていうのを現状見ていただいて、じっくり見ていただいて、でその裏にある私がなんでその事業をしたのかっていう背景を話すと、結構皆さんなんか自分の故郷のことを思い出してくれたり、結構どこにでもある本当に田舎だと思うんですけど、そういうのをこう自分の身に置き換えて考えるようになってくれる人たちが多くなって言ったんですよね。なので、まあ、そういう意味では、まあ、ネガティブなイメージをパワーにするんではなくて、ポジティブなイメージを、まあ、出していくことが、まあ、この町にとって一つの、まあ、財産というかパワーになるのかなと思いながら、はい、やってました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回の谷下ゼミのもう一つのテーマとして、高峰さんや志賀さん、西条さんなど大学の先輩たちとの交流を通じて地域づくりの新たな可能性をみんなで模索していこうという試みがありました。経済学部公共環境経済学科の中野光平と申します。中大の先輩だからじゃないですけども、経験の層が全然違うなというふうに感じました。本当にいろんな場所にも行っていらっしゃって、いろんな地域の特性とか、あとは自然のこともいろいろ教えてくださったり、そういう地域の悪いところをはっきりと悪いって地域の方々に言えるっていうのもお二人だと思います。先輩方と話してて感じるのは、この地域が大好きっていうことと、あとこの自然が大好き、やっぱこの気持ち、お金だけじゃないところもたくさんあるんですよ。その点を強く感じられるのがやっぱり大きいですね、はい。プログラム2日目は、南三陸町の観光拠点として年間20万人もの集客力を誇る南三陸ホテル観洋と南三陸町観光協会の皆さんとも連携し、敷地内の山の中に憩いの場を作る安らぎの森づくり活動に参加しました。ガイドには宮城大学の復興まちづくり推進員であり、被災体験の語り部ガイドとしても活動されておられる後藤一馬さんに案内していただきました。これ誰が傷つけたか分かりますか？マセさん。そうです。カモシカ。おかげができて、ここでその少し例えば休憩できるようなポイントをこのエリアに作りたいというイメージですね。今このプログラムっていうのは総務省から、疫学
連携地域づくり事業っていう形でお金を少しいただいてサポートしてるんですけど、その時のタイトルの中にこの南三陸の箇所ですけれども安らぎの森づくりという、その森を整備することとその森を使って体験プログラムを作ること、それをテーマにしてやっていて、今は伐採して簡単なこの前ベンチを作りましたけれども、そうやって休む場所もいいんですけど、場所があるだけではなくてそこの場所で、またちゃんと体験ができる、その五感で感じる部分というのが必要 でそういうのは本当は仮設住宅でなかなか外出ができないような方に、そういうところまで一緒に歩きませんかってご紹介したり、で頂上でいい景色を眺めながら鳥のさえずりを聞きながら いろんな体験ができるっていう、そういうプログラムまで作れたらいいなと思ってますね。山と森を体験した後は今度は海の漁業体験プログラムです。南三陸町の徳良漁港で養殖業を営む村岡健一さんの漁船に乗せていただき、現在の漁業の様子を拝見させていただきました。はい、ありがとうございます。こういうの初めて食べた。初めて食べました。やっぱ取ってすぐ食べるのが一番美味しいんですね。新鮮ですから。前ね、自分の力ではどうしようもできないことがいっぱい起こるわけですよ。まあ今度の津波もそうなんですけども、台風が来たり、あと天候が悪かったりして、でも私たちはこう自然を恨むということは。しないんですよ。感謝はしてもね、どんなことがあっても、だから第一次産業がいかに大切かということをやっぱりこの連れてる人たちも自覚しないといけないと思うんですよ。やっぱりこういう、自然の中に生かされているっていうことを考えれば、やっぱり自分が謙虚にならないと生きていけないんですよ。プログラムの最終日は素晴らしいうたつを作る協議会にお邪魔し、会長の小野寺博史さんから被災後のこれからの地域づくりについてさまざまなお話を伺いました。うちのない人は早く家を、まず住む家を、まず建てて なんていうの、安心したいっていう気持ちがあります。だから目標はここにしかないの。ただ私たちはここだけ見たんでは高台っていうのが目的ないでしょ。ゴールだと、で将来はどんな街にするのって、しかもそれがここだけじゃなくて皆さん方に、若い人たちが南三陸町俺も住んでみてっていう、そんな魅力のある街に、最悪の街だから最高の街に目指したらいいんでねよと、だからあえて私たちは言うよと、だからこちらだよ、東軍を見ながら今を見るっていう、その両方がなければ今だけ見たんでは結果としてああダメだったねって話が。最後にゼミの一行は次回のエコツアープログラムの下見として、古くから霊峰としてそびえる龍ヶ根山の山頂に立ち、南三陸町を一望しながらさらなる地域づくりのためのプロジェクトに思いを馳せ、今回の谷下ゼミのプログラムは無事終了となりました。このゼミに入ってエコツーリズムをやっていろんな人と話せたことはとても大きな重要 なんつうんだ体験だったかなと思います。その五感を全部使って体験することが一番大切かなって。そうですね、もういろんなところに連れてってもらっていろんな人と出会えて本当に楽しいです。やってて楽しいし、すごい充実感があります。新しい観光の形態、地域振興の形態っていうのがどういうものかを、肌で感じさせてくれるようなゼミだっていうことです。今まで出会ってなかった人たちにでいろんなすごく魅力的な人たちがたくさんいるっていうことは、で美味しいものもたくさん食べさせていただいたのは あるんですけど、それをまだ受け取っている段階で、どれだけお返しできるかっていうのは、まあ、本当これから、この FLP 環境の FLP を通じて、伝えようと思っているのは、だから持続可能性っていうのはちゃんと考えてもらう、だから環境と経済とで、まあ、また社会、そういう、歴史とか文化をちゃんとつないでいくっていうところになりますけど、そういうのをちゃんと、考えて、自分で意識して行動できる人になってほしいと思ってやってるのが一つですね。
で、2つ目もこれも何回も言ってますけど、豊かさって何と、お金で測れるものだけじゃないんだよ、そういう、ものとかこと、お金で買えないところに実はもうそういうことがあったりするっていうのをちゃんと気がついてほしいなっていうのが2つ目ですかね。で、3番目はだから自分自身にを考えると、そういう、いろんな学びの場を提供したいと思っていて、それは一つは被災地ですけれども、今回の場合にはそうやって大学の先輩と一緒に学ぶっていうのを通じて、自分自身が変わる。理屈抜きに美味しいって感じるものとか、痛いって感じるものがあったり、でそこに理屈なんてないものっていっぱいあって、なんかそういうのを人と会いながら感じてほしいなって思います。でその五感に従ってずん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 進んでってほしいなってすごく思います。できるだけいろんなところに出てくって、いろんな現場に行って当事者の方々のいろんなお話を伺っていただくと、そのことを通じて本当はその学ぶことは多いだろうし、逆に地域に関わるということはやっぱりその何らかの、ね、新しい視点を地域に持ち込むということなんだから、地域に積極的に関わっていただく、そういうことをぜひやっていただけるといいなというふうには思いますよね。だもっと、ね、そのためにはこの地域を何も南三陸ばかりじゃなくて気仙沼、陸前高田訪れてほしいと思います。見てほしい。谷下ゼミの活動はこれで終わりではありません。谷下先生をはじめ学生の皆さんは、これからも未来につながる地域づくりのために活躍されていくことでしょう。そして今回は南三陸町だけでなく、それぞれの地域で地元を良くしていきたいと頑張っている人々が実はたくさんいらっしゃることが分かりました。地域の枠を超えて人々と触れ合い協力し合っていくことの重要性を改めて知ることができたのではないでしょうか。皆さんもぜひ様々な地域を訪れ、そして地域に学び、持続可能なまちづくりを目指していきましょう。